生贄ネームポニーテール侵略くん、男性です、はい、いただきましてありがとうございます、うん、中学生になってから水泳の授業を楽しみにしていたら、水泳の授業が男女別々、うん、しかも女子のすくみずがスパッツっぽいすくみずでした、うん、うちの中学許せねえ。はあ、中学の時の体育の授業って覚えてます、うん、覚えてはいますけれども、うん、特に水泳の授業の時って覚えてる？一緒だったよ。一緒だったですよね。いや、だってそもそもカリキュラムがおかしくなっちゃうじゃないですか。だって、うんうんうん、その時間は、だって体育なわけでしょ？あ、でも、うん、神谷さん、こういうのありましたね、うちの高校になったら。うん、男子は水泳、うん、女子は体育館で、あ、そういうことか、同じ体育だけれども、そうそう、新体操みたいな。ああ、内容が違うってこと、ね、体を柔らかくするための。うん、中学までは一緒でしたよ。俺も中学は一緒だと思ってたんだけど、うん、最近もしかしてですけど、うん、この男女の、その、体力差みたいなの、はあ、違うことをやってんのかもね。ああ、そうなんだ。もう中学生からそういうのは本来必要ですよと。そう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 。僕は高校生の時から確かに、男子と女子の、その、なんだろう、内容が違う。ちょっと違うことやってたよね。男子は男子で、体力的にもついていけないもんね、っていう。まあ、体力的なことなのかなんかわかんないですけれども、というか内容が違う。ホルモン出させるためにね、女の子は女の子らしいことをやらないとダメだから。はあ。でないとほら、おっぱいとか大きくなっていかないからね、ホルモン出さないと。おっぱいね。だから、先生たちがこう、女の子をこう、いい、ちょーんってやる。こうしながらね。そう。なんかないからね。ああ、そういうことか。うん。はあ。しねえよ、そんなこと。うん。そうなんだ。でもなんかスパッツっぽい、うん、スクミズってどんなの？スクミズってどういうの？ああ、足のところまで、なんだろうそれ。昔の海外ドラマのおばちゃんが着てるやつだ。うん、ああ、そうだ。まさにその通りですね。これダメだよ。僕ね、スクール水着とか、うん、なんだろう、全く興味ないんです。うんうん、これコスプレ的なことってそこまで僕興味ないんですよ。うん、で、スクール水着って特にそのなんだろうな、幼い印象があるじゃないですか。うんうんうん、だから燃えないよね。うん、全然僕そういう気がないので。わかるわかる。全くわかる、理解できないんですよ。ただ、中学校の時に、異常に発達した女の子がいたのね。うん、おっぱいも腰もギュッて細くて、うん、その女の子がスクミズを着てたんですよ。うん、そしたら、ハイレグ水着みたいになってんの。はぁ、サイズが合わないってこと？そうそうそう。うん、その子の、まあ、いやらしい話ですけどね。ここがですね、こう、すごい、こう、風に見えるぐらい、ぐらいギューンってなった。そうなんです。その飛行を、が、次、俺の次を泳ぐ子だったのね。うん、俺、背泳ぎしかやらなかったもん、その時。それはもう見たいもんね。そしたらその子も、うん、もう分かってんのね、自分が見られてるってこと。うん、でも、それはあれのおっちゃんの妄想なんじゃねえか。俺その頃からそんなになったのかな、うん、あのね、おっちゃんの子供の頃の話を聞いてると、うん、もうすでに小学生からそんなだよ。どうやら。あれあれ、でもあの子そんな、みたいな顔してたよな。あれそんな顔はしてねえと思うけど、わかんないけどね。だけども、そう、なんかわかんない。スクール水着って、うん、あれ必要なのかどうかわかんないけれども。はい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 。要はなんか競泳用の水着ともまたちょっと違うわけでしょ？なんかすごい柔らかい素材できていて。あ、そうなの？いや、だからその要はそのなんだろう、体のラインだったりとか、そのパッドが入ってなかったりとかするでしょ、きっと。え、そうなの？ついてないんじゃないの？でも中学生ぐらいだとついてないのかな？いや、だってパッド入ってなかったら乳首出ちゃうじゃん。いや、だから。あ、出てた！そう。だからそうなんじゃないのと思って。そうだ、女の子が。いや、単なる布なんじゃないの、あれ。超仲良しの女の子がいて、うん、その子が、あ、教えてくれてた、うん、乳首が出ちゃうから、うん、ニプレス貼る今日っていう話を。うん。だって、やっぱ高校生の時に、言ってたわ。高校生の時に、うん、その、全くそういうことを考えもしなかったところで、うん、その、要は、なんて言ったんだ、留年している、はい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 、ダブっている人が一人いて、うん、クラスにね、うん。で、クラスって、体育の授業って合同とかになったりする。やります。2クラスと3クラスとかね、そうそうそう、やりますね。なるじゃないですか。うん、要は男子の数が半分になっちゃうから、それをこう、一つクラス分にするためには、2クラスないと、1クラスになんないわけですよ。はい、だから、隣のクラスにいた、その、留年している、1個上だった、ね、うん、もともと先輩だった人が、うん、あれな、見えんだよ。
って悪そうな声で言い始めて、うん、悪やなこいつと思って、うん、何が何がすかって言ったら、あれな、見えんだよ、ポチってなるんだよ、うん、今日寒いだろ、今日はだから、うん、俺もう3人見たぜって言って、うん、そうなんと思って、うん、だからその時にあ、パッドとか入ってねえんだって後で気づいたんですよ。なんでそのポチってなんのかなと思ってたんだけど、あ、そっか、入ってねえんだって思ったんですよ。でも俺見たスクミズ入ってるのあったよ。あるんだ。うん、だから僕が通ってたところはなかったのかもしれない。高校ぐらいのスクミズは入ってるやつあるんだよきっと、うん。だってもうおっぱいものすげえ大きいでしょ。だから今はだからそういうところまで鑑みて、中学生の時からもうすでにスパッツっぽい水着にした上に男女別にしちゃって。なんなんだよ。もう完全もう最初から守るみたいな。あの大原さん。知らねえし大原さんとか誰だよそれ。大原さんちょっと俺のこと見てたし、ね、見てねえよ。ちょっと濡れてたんじゃない。濡れてねえよってか濡れてるのはそれ普通にもうプールの水だからな。ああ塩素だよ、塩素塩素。俺たちバカだけどあいつ濡れてやんぜっつってシャワー浴びた後の女の子のこと言ってたからね。バカだねバカだね。もう上からビチャビチャ水かぶってんのにね。そうそうそう、うん、そういうどうせバカな中学生はシャワーとかバーって浴びてる時に一緒におしっことかしちゃうんでしょどうせわかんねえわかんねえよっつって。さすが。おしっこでもしてるやついてたね。でしょ、どうせいるんだよ、そんな、うん。そんなもん。中学生の男子とかバカだから。そうだね。うん、楽しかったな、中学の時。楽しそうだね。